歌舞伎座。歌舞伎座は、東京都中央区銀座4丁目にある歌舞伎専用の劇場である。火災や戦災に遭うなど様々な変遷はあったが、今日に至るまで、明日ともに代表的な歌舞伎劇場として知られる。歌舞伎座は1889年、明治22年に開場した。従来の劇場は、地名や座元の名を冠するのが例であり、新富座。 中村座など、歌舞伎座という名称は異例であった。歌舞伎座とはもともと普通名詞として用いられた言葉で、非戦士されていた小芝居の対局にある権威ある大芝居の劇場を意味していた。現在の歌舞伎座設立にあたり、その普通名詞を、福地王,王子は固有名詞として、天下に示したのである。しかしこれは、間違いで普通名詞としての用法はなかったという説も、 歌舞伎座は大正時代から小竹の直営で経営を行ってきた。4度建て直されており、2014年現在のものは5代目のものである。株式会社歌舞伎座が劇場を所有している。歌舞伎座は明治の演劇改良運動の流れを受けて開設された。この運動の提唱者の一人で、ジャーナリストの福地源一郎、福地大地と金融業者の千葉勝五郎の 共同経営で、1889年、年、明治22年東京市京市橋区町に開設された第一期、第それまで最も大きな劇場は新富座で舞台の間口が8軒あったが歌舞伎座13軒と大きく広がった。また照明には当時最新技術だった伝統を採用するなどそれまでの劇場を遥かにしのぐ近代劇場となりこれを危惧した。 新富座、中村座、市村座、千歳座が四座同盟を結成して、会場当初の歌舞伎の興行に成中を加えたことがあった。福地浜もなく、借金問題が浮上したことにより経営から離れ、歌舞伎座の雑木作者として、活歴物や新聞洋劇の脚本を多数執筆した。そしてそれらを演じた九代目、市川段十郎、五代目、小野菊五郎、 初代、市川ダンジらの名友が、舞台に立つ歌舞伎座は、いわゆる、断菊左の明治の歌舞伎黄金時代をもたらして、文字通り歌舞伎の伝道なった。1896年、明治29年に株式組織化。1911年、明治44年3月には開場した、帝国劇場に対抗するため劇場の純和風化改修工事を行い、 同年11月に再開した第2期。この間に経営陣が分裂し、関西から東京進出を狙っていた小畜による株の買収が行われた。役員の田村成義吉が一旦株を買い戻したものの、1913年、大正2年に病気のためやむなく手を引き、小畜の大家竹次郎が経営を握った。一方の田村は二丁町の一村座の経営に専念。これがに、 日朝朝時代と呼ばれる、大正の歌舞伎前世時代につながった。1921年、大正10年10月、漏電により歌舞伎座は消失した。大家は、田村成吉の後継者、田村樹次郎の行為により市村座を借りて、工業を継続しつつ、直ちに歌舞伎座の再建工事を行うことにした。1923年、大正12年9月には、 建物区体が完成したところで、関東大震災に遭い、積み上げてあった内装用のヒのキ材が全焼、工事は中断した。その後工事を再開し、1924年12月に、竣工した。1925年、大正14年1月、新築の大劇場で、会場式が行われた第3期。舞台も、約15件とさらに広がり、豪華な施設は、 関東大震災から復興した東京の新名所となった。1931年、昭和6年、歌舞伎座株式会社は、明治座、新富座、松竹と合併し、松竹工業株式会社になった。第二次世界大戦で戦況が激しくなると工業も中止され、建物は1945年、昭和20年の東京大空襲で全焼、大屋根も焼け落ちた。 戦後しばらく、歌舞伎座は廃墟の姿をさらしていたが、1949年、昭和24年、株式会社歌舞伎座が設立され、松竹から建物を譲り受けて、復興工事を行った土地所有及び歌舞伎工業は、松竹がう。1950年、昭和25年12月に竣工し、翌1951年、 昭和26年1月に歌舞伎などの演劇工業を再開した第4期。復興には GHQ でマッカーサーの副官であったフォービアン・バワーズの陣が大きかった。1980年代までは小畜歌劇団のレビュー小林明新春公演。1965年20年間に渡り恒例公演だった南春尾座町公演、森正子引退公演。 年忘れ日本の歌、テレビ、東京主催を開催すなど、かつては、歌舞伎以外の催しが行われることもあった。しかし、1993年、平成5年以降、小竹の方針により、歌舞伎の本拠地として、原則通年で歌舞伎を興行することとなり、現在に至っている。例外は、1994年に開催された、南春尾芸能生活55周年記念リサイタル、 各年開催されている俳優祭、歌舞伎役者出演のイベントと2005年、平成17年に、松竹110周年を記して開催された、松竹スターゲートというオーディションなどがある。かつては多くの小都市にも芝居小屋があったが、時代の流れと共にその数は少なくなってしまった。近年になって文化財保護や町おこし、村おこしなどの目的で、古くからある、 歌舞伎劇場の維持、整備に力を入れている自治体も出てきた。それでも都市部においては客席数千人を超える大劇場においては単独施設ではなく小ーホールなどの複数のホール存在する複合ホール、またはホテル、ビジネスビルなど複合施設に入居する形式のものが主流となっており、 歌舞伎座は独立して立地する単独ホールの大劇場という点で今日では稀な存在であった。歌舞伎座では毎年11月の顔見せ工業の際に正面入り口状の破風の上に櫓が上がるが、この櫓を囲う布には正面に縄文のが、側面には小引き長期表現尽くし、狂言尽くし歌舞伎座の弦がそれぞれ染め抜かれている。 2000年代に入ると、歌舞伎座も老朽化が目立つようになり、また耐震性の問題や、段差解消の必要性なども指摘されるようになっていった。そこで2005年、平成17年から、建て替えの検討に入り、伊藤茂早稲田大学特任教授を座長とした、歌舞伎座再生委員会が、建て替え超高層オフィス棟という草案を導き出した。しかしその一方で、 歌舞伎座は2002年に国の登録有形文化財に登録されており、銀座の主要なランドマークとして親しまれていることから、保存の要望も出された。結局建て替えの実施は2008年、平成20年10月に正式に発表され、翌年8月26日には、小畜と歌舞伎座により、建て替えの具体的な計画が発表された。2009年、 平成21年から1年余りにわたって行われたさよなら公演の後、2010年、平成22年4月30日に平常式が行われた。2013年2月26日にオフィスビルと併設された歌舞伎座の建て替えが完了した。3月27日28日の2日にわたって会場式が行われ、4月2日から1年間、 コケラ落とし工業が行われた。第五期歌舞伎座の外観は、低層で、和風桃山様式を採用。四階建て全百9 6 4席で、通常の一等席三等席以外に、桟敷席,席と一枕席、工術を配置。高層オフィスビル、歌舞伎座タワー、高さ145メートル、健康135メートル、地下四階地上29階建てと、 地下広場、小菊町広場を併設。歌舞伎座タワーは5階のみ一般に開放。タワー5階と小菊町広場は劇場外という扱いなのでチケットなしで出入りできる。タワー5階には歌舞伎に使用する衣装や小道具等が展示されている歌舞伎座ギアラリー、有料、第4期歌舞伎座の河原や川竹木網の石灯籠等が展示されている屋上庭園、 無料等がある。小引町広場には、シンボルとなる巨大な町賃が設置されているほか、土産や弁当の販売等を行っている。主な設備は、以下の通りである。小引町広場は、地下鉄東銀座駅と地下で直結する。観客はここから直接客席へ行くことはできず、一旦エスカレーターで地上へ出て、正面玄関から入る形をとっている。 歌舞伎座と歌舞伎座タワーを合わせて銀座歌舞伎座という名称が定められキャッチコピーいざ銀座歌舞伎座やシンボルマークも制定された歌舞伎座は耐震性が特に重視された上銀座地区の防災拠点と帰宅困難者一時避難場所としても機能するように設計されている歌舞伎座では一部の演目だけを鑑賞する幕見専用の客席として 三階席の後ろの四階席に一幕見席が設けられている。手頃な価格で歌舞伎鑑賞ができるので、同じ演目を繰り返し見たい客や初めて歌舞伎を見る客のほか、外国人観光客も多い。一幕見席はすべて当日券かつ自由席であり、一部立ち見である。四階席と三階席の間には仕切りがあり、劇場内の売店等を利用することはできない。なお、 当日券を得る場所は、チケット入り場ではなく専用入り口のところなので注意が必要である。一席約九十席、立ち見約六十席が常に用意されている。佐敷席は、歌舞伎座の両脇に設置された席で、他の席と違い横を向いており、二人席で掘りごたつ式に足を下ろすことができ、小さなテーブルが設置されている。これは、 第一期歌舞伎座の名残として設置されているもので、現在も一階さじ奇席では、この席でしか味わえない、さじ奇弁当、幕の内やお茶のサービスが受けられ、昔ながらの芝居見物の贅沢さを満喫することができる。なお二階にもさじ奇席があるが二階のものは、通常の一等もしくは二等席のチケットとして販売されており、さじ奇弁当の配達やお茶のサービスはない。歌舞伎座での工業は、 一月を単位とし、月ごとに演目が変わる。各月の公行は、月末の数日を除いた25日間であり、通常公行中に休園日はない。基本的に二部制、三部制の時もあるで、午前の部と午後の部からなる。各部は複数の演目から構成されている場合も多いが、感激の料金は部単位であり、これら演目の料金をセットで支払う必要がある。 前述の一幕見せきは例外。午前の部は午前十一時から午後四時頃まで、午後の部は午後四時半から午後九時頃までである。終了時間は公演内容によって異なる。したがって、午前の部では昼食、午後の部では夕食の時間を挟むことになるが、食事をするには幕合、最大三十分に内部の食堂を利用するか弁当を持参する。 もしくは小引町広場等で買う必要がある。歌舞伎座内では、歌舞伎鑑賞の助けとして、筋書きの販売や、イヤホンガイドと字幕ガイドの貸し出し、いずれも有料を行っている。筋書きは、各演目の上演する場面のあらすじを書いた、冊子、プログラムである。イヤホンガイドは上演中にイヤホンを用いて、あらすじ、配役、衣装、道具、 独特な約束時などを聞き事ができる。また、各演目は人気場面のみの上演となる。いわゆる、見取り方式が、イヤホンガイドは幕合いに上演場面の前後のあらすじの解説も行う。字幕ガイドは役者が喋っているセリフを字幕で表示してくれる。第5期の外観は、第4期に似せて作られているが、両者の主な違いは、以下の通りである。歌舞伎座には一時期、 テレビドラマ、主に時代劇の制作を主体としたセクション、いわゆる歌舞伎座テレビ室、略して歌舞伎座テレビともが置かれており、古くは日本会談劇場やヤジ、北恩蜜道中、末期ではキリステごめシリーズや眠り京志郎ぶらい控え、片岡隆夫主演版等といった数多くの名作を世に送り出した。詳細については、 当該項目を参照のことなど、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。